習志野市長の宮本大輔です。1月21日金曜日午後3時現在のお知らせです。第203回目の発信となります。この動画は平日の金曜日に発信しております。字幕が出る設定にもできます。説明欄の項目からご覧になりたい部分だけ見ることもできます。また関連する情報、参考になる情報をリンクとして説明欄に貼ってありますので、ぜひご参照ください。コメントを書き込むこともできます。普段コメントを寄せいただいている皆さん、ありがとうございます。さて、皆さんご存知の通り、本日から新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置区域となりました。そしてその期間が始まりました。とにかく急拡大を抑える、もう感染爆発と言っても過言ではない、この状況を抑えないと大変なことになるということをお知らせいたします。まず市内在住者の感染状況についてです。前回発信日から昨日までの1週間で新規感染者の発表が228人ありました。これで習志野市在住者の新規感染者の累計は3602人となっております。で、現在感染されている方の状況が昨日千葉県から公表されました。先週から153人増えて221人です。で、こちらの数字はあくまでも発症して感染され、患者さんの数です。で、これに濃厚接触者の方が倍以上いる可能性があります。単純に2をかけると442というふうになりますけども、そういったイメージをちょっと持っていただきたいと思います。そして、内訳はご覧の通りですけども、入院中の方については1人減っています。なお、昨日習志野高校におけるクラスターの発表がありましたが、このことなんですけども、以前の動画で習志野高校が休校をしているというお話をいたしました。で、これにからかわる部分でありまして、実際クラスターが発生している日付については1月の上旬だったんですね。それで今ですね、校内の消毒、生徒教職員の健康状態をしっかり把握できている状態ということの中で、臨時休業期間は終えております。1月19日から再開をしております。このこともお知らせいたします。次に千葉県全体の状況です。千葉県全体の状況ですが、この1週間で8685人の発表がありました。累計は11万1911人、亡くなった方はいないと、この1週間ではいなかったという状況です。で、現在の感染者の数なんですけども、1週間前から6373人増えて8710人、もう赤い数字になっております。とにかく急激に増えていると、こういう状況です。で、今お伝えいたしました8710人という感染者に濃厚接触者の方が仮に倍いるというふうに計算しますと、1万7420人ということになります。こういったイメージを持っていただきたいというふうに思います。で、これらの数字を人口10万人あたりに置き換えた数字がこちらです。習志野市では228人新規感染がありました。習志野市人口10万人あたり 129.79、千葉県 138.79、 東京都は 270.84 で、このこれをグラフにするとこうなります。これが第5波と言われていた状態なんですけど、この部分、この赤い線が東京都なんですけども上回っています。で、しかも時間をかけて時間をかけて上がっていったこの山のこの斜面の角度がとんでもない、もうほぼ垂直になっている、こういうことが分かります。ということは、このままどこまで上に行くのか全く分からない、全く予測がつかないという状況です。もうこの紙では収まらない可能性がもう明らかだというふうに私は思っています。
もう今のルールの中では、とにかく感染した人はもちろん療養をする、そして、濃厚接触者に指定された人はとにかく自宅待機をする。で、先ほど言いました、約、2倍、これは私の、感覚でもあるんですけども、公式記録にはどこにも出てこないんですけども、ただこう濃厚接触者というようなことをこう普段意識している中で言いますと、感染者1人につき1人以上の濃厚接触者が指定されているというふうに思っています。そういう中で言うと、感染者軽症が多いとはいえ濃厚接触者待機10日間、この方がとんでもなく増えている。でまた濃厚接触者の中から発症するというケースも県の発表を見ていると散見されます。仮に現感染者の2倍以上いるというふうに仮定いたしますと、とにかくこの急角度のこの感染者の増え方がさらに倍になっているという、この角度がさらにもう垂直に近いというような状況、これを理解しないと、今どちらかというと前回の動画でも言いました、症状が軽いから大丈夫だというような雰囲気がこう漂っている気がしています。そうではないです。もうとにかく今のルールの中で感染者が増えれば、濃厚接触者が指定され、しかも濃厚接触者の中で発症する方が多いというようなことを総合的に考えますと、これ本当にですね、出勤できない人が増えて活動が止まる危険がある、まさにいろんな業務いろんな活動が継続の大ピンチであるというふうに見ております。そういう中で、まん延防止の要請が出まして、県から要請して国から指定されたというような状況の中であります。で、まん延防止措置の内容ですけども、認証店、これ飲食店の話ですけども、認証店あるいは確認店は21時まで、協力金もあります。で、今回特徴的なのは、認証店でもなければ確認店でもないところはもうお酒の提供はできません。そして8時までです。お酒の提供なしで8時まで、しかも協力金もありません。しっかりもう明確になっております。もうとにかくそれだけ、しっかりとした感染対策が必要である、ということであります。そして、1グループ1テーブル4人まで、1グループ1テーブル4人までですから、4人5人以上でそのお店を使ってはいけない、こういうことであります。でただし、結婚披露宴等はまた違う別のルールが適用されるということでありまして、これはリンクに貼ってあります、ホームページ等を参照ください。で、1都3県の知事がメッセージをまとめて取りまとめて発信しております。とにかく感染を止める、社会は止めない、ということで、ワクチン接種した方もしっかり感染対策しましょう。そして、混雑した場所、いわゆる感染リスクの高い場所は徹底的に控えましょう、避けましょう。テレワーク、オンライン会議をしっかり活用しましょう、ということで、あります。で、こういうような表現もされています。デルタ株の比ではないオミクロン株の感染力ということで、グラフ付きで、紹介されております。で、今回の観点はとにかく感染者が増え続けます。しかも急激に増え続けていて、プラス濃厚接触者もたくさんいらっしゃいます。そういう中で、医療提供体制が従業員、従事者がいないことによって止まってしまう可能性、同じように社会活動が止まってしまう可能性というものがあります。ですので、それを止めるためのまん延防止等重点措置であるということ、これをぜひ、念頭に置いてください。
もう頭の片隅ではなくて頭の中心に置いてください。で、習志野市の対応もこれに準じたものとなっておりますが、観点としては今の通りです。で、基本的に会議イベントは原則中止にさせていただいています。で、一部ですね、オンラインでやろうと思えばできる会議も中止としています。で、これなぜかというと、オンラインにするんでやるにしても、職員の一定の事務作業が生じます。で、下手をするとその事務作業さえが今後何らかの形で、いわゆる、出勤できない人が増えて業務が継続できなくなるというふうに仮定すると、そういった一連の動きができなくなる可能性があるので、そういうことも踏まえて一部オンラインでもやらないというような判断もしております。とにかく今回のポイントはあまりにも急拡大すぎる。で、先ほど言いました感染者の倍というような数字を念頭に置いています。ですので、そういった対策で習志野市としては当然教育関係、学校関係についても対外試合、交流試合とか交流イベントとかそういうものは一切やらない、基本的に内部のことに留める、外部の方を招き入れていろんなことはしない、当然来賓を呼んでの何か式典をやるとかそういうことも避けていきます。どん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 そういうことも避けていきます。とにかく認識としてはですね、今まで何回かまん延防止等重点措置、そして緊急事態措置ありましたけども、この業務の継続という一点で考えますと最大の脅威というふうに見ております。ぜひ皆さんも同じような気持ちになっていただいて、もう増えるのは増えていくんだと思いますけど、それをとにかく急拡大をさせない、急拡大を抑えていく、急拡大を抑えていくというこの観点、ゼロにはもうこれは多分ならないと思いますから、ですからとにかく急拡大を抑えていくという観点、これを念頭に入れてください。頭のど真ん中に置いてください。そしてそれに基づいたそういった課題を想起しながら基本的な感染対策にをお願いします。具体的なイメージが湧かないと基本的な感染対策もできない場面もありますから、みんなで一緒にいるとマスクを外して楽しみたくなることもあろうかと思いますけど、ぜひそこのところ、今回のイメージは社会活動を止めないということです。ぜひ皆さんご協力をお願いします。というか今回はとにかく経済活動を止めないためのまん延防止等重点措置です。経済活動を止めないためのという部分、これをぜひ、よろしくお願いいたします。次にワクチン接種についてのお知らせです。ワクチン接種、1回目2回目の状況、ほとんど最近は数字が変わっておりませんので、必要なところはストップモーションでご覧ください。で、またリンクも貼ってありますのでご確認ください。で、3回目ワクチンの前倒しの話が、結構報道機関から出ておりますけども、習志野市の接種は2月1日から、これは変更ありません、ご理解ください。ただし国や県が大規模接種会場を今開こうとしておりますので、接種券の送付については早くできないか検討中で、あります。で、ということで、習志野市の接種はとにかく2月1日から始まります。と言いますのも、
習志野市の場合、高齢者対応ということで、市に予約を任せるはがきを出してもらうというようなことも取り入れておりますので、このような観点も含めまして、他のところもですね、前倒しといっても、1週間、2週間というところであります。で、習志野市は2月1日からということでありますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。で、あとですね、子どものワクチンについてですけども、5歳から11歳までのお子さんのワクチン接種につきまして、承認はされたものの、まだ習志野市には情報はありません。で、本市において今医師会等関係者と準備調整はしておりますので、正式決定事項がありましたらお知らせをいたします。で、次に、子育て世帯あるいは住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金、いわゆる給付金の関係についてであります。で、今最近行っているいわゆる現金給付につきましては、大きく分けて3点あります。で、一つは国の制度としての子育て世帯に対するお子さん1人10万円という給付金です。で、これにつきましては12月27日、先月の27日以降、申請受付振込が行われているところであります。で、今回のお知らせはこれも国の制度なんですけども、住民税非課税世帯、住民税非課税世帯に対する1世帯あたり10万円の給付金、これにつきまして、1月の13日に専決処分、予算の方専決処分いたしまして、今事務作業に入っております。なるべく早く申請していただいて、そして給付されますよう今事務手続き進んでおりますので、詳しくはホームページをご覧ください。そして3つ目、これにつきましては本市独自です。で、ただし1月25日に行われる市議会で確定します。つまり提案して採決を受けるわけでありますけども、議決を受けるわけですけども、これはこの国の子育て世帯の給付金を受けられなかった子育て世帯、つまり所得制限等によりまして、国の子育て世帯の給付金を受けられなかった世帯を対象に、5万円を給付するという、この議案をですね、1月25日に市議会に提案して、議決を受ける、こういう予定であります。で、これにつきましては来週詳しく、もっと詳しく説明をいたします。ということで、本日のお知らせは以上であります。基本的な感染対策を実行することというか、実行しなければいけません。もう最低限、まずは基本的な感染対策を実行する。感染力オミクロンはデルタ株の比ではない、感染力が強いと言われていたデルタ株の比ではない、という形であります。児童生徒の感染も増えているということの中で、濃厚接触者も大変に増えています。感染者 ×2 の数が、活動が制限され、いわゆる、社会に、の活動ができていない可能性がある。つまりは活動が止まる、業務の継続のピンチということであります。ぜひ、しっかり感染対策しましょう。習志野市では国が提唱する新しい生活様式を次の4つに要約しています。非接触、適距離、計画的、非飛沫、不織布マスクをつけましょう。これらを皆さんで実行してください。次回の発信は1月28日金曜日です。チャンネル登録もお願いいたします。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、まん延防止等重点措置期間、しっかり感染対策しましょう。
全力で抑えましょう。